ていきましょう。いやー、 この3連休で5年ぶりぐらいにディズニー行ってきたんですが、いや変わってたねいやね、楽しかったけど普通に。ただもう携帯のディズニーのアプリ、あれがないともう何もできないっていうか、だから至る所にバッテリーの、モバイルバッテリーが貸し出されるようになってんだけど、まあ金かかるんだけどね、それも。チケットで1万で、新アトラクションに入るには2000円かかるから、アトラクション乗るのに。実況解説は R で。非常に興味深い。それはなかなか取れないんだけどね。またなんか動きがおかしい。オーケー、オーケー。そうそう、俺は全然いいけどね。チケット、アメリカの新エリア乗れて2000円でかかったけど、もう5分ぐらいで並ばずに行けたからさ。マコレさん、並ばずに5分ぐらいで行けたから。うわー、マジでー。最悪。だけかな。あ、やってくれんだ。やってくんないの ?1 回目勝てると思って2回目やったのにダセーぞそれ1回目やって勝てると思ってこれはダサいな。やるなら1戦抜きすればいいのにな。こういうダサいことしないで1戦勝ったら抜ければいいやな。なんなんそれ。よかったね、思いのほか感動したな。なんかすげえよくできてて。
この対決が実現してしまった。ただ俺昼ぐらいに行って穴行きのチケットが両者はどう思うか、よろしく頼む、期待していい、来れたのが5時ぐらいで、あーワイデンアッパー投げ、やべ釣れたのに、あーすげえ、いいね、まですごい。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。いやー酒どうしたんどうしたん、あーバーンとバーンとしすぎ使うよね。いやー全力いや届かねえ、ラッキー、あー OK、 今立ってなかった立ってなかった、立ってたのになんで食らったんだ中断なのに。ただラプンツェルも乗りたかったんだよな。ただもう本当にもうなんかチケット取れるのが金払っ、いやわお、いやー垂直か、いややや一方的になったラウンドどうでしたでしょうか。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっている。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。投げな、うわーやってくる人だった。やってくる人だ、いやー集中しよう、気持ちよく決まったね。追い詰められてしまった。
あうわ出る。はい、やるではないか。オッケー、両者かなり動けていた試合どう見ましたか。二人ともご苦労であった。またの試合を楽しみにしているぞ。2回目だぞそれくらいの。さあもっとやり合うのだ。投げ、さあここからやはりドライブインパクトにはカーリーで対応する。マジ？あ、これ大丈夫だ。はい。削り回るし。うわっ、インパクト、困った時のインパクトね。あー、詐欺飛びか今。はい、いやーこれミスった。いやーしゃーミスった、倒しきれたか。いやーいやーいやー、離れてる人と200ぐらい離れてる人に負けると結構きついなあ。普通に負けたわ。これさ、これもひどくねえか。まあいいやもん別に。マジで。相手を壁に押し付ける。ジャストキー成功。ここから巻き返しなるか。どうだろう。さあ、元ドライブゲージはたんまりある。バチェのプラン言えてるか。お互い引く気はないか。この近距離戦。まず一つ。ここで決めるその弾力。あっぱれ。パリーか。ダメも見せて、ゲイ、いいね、パリー癖があるね。いやー、おいしい。プレイヤー2、ドライブゲージに頼らなかったマンドラウンド、ここからどのように動いてくるか。なるほどね。次はどう出る。もう使っちゃうこれ。いやすごいな。いやーごめん。いやもう最悪。これ最悪だー。
や全然死なねー、死なねえっす。いやまあ危な、危なすぎーる。あべ、やっちった、大丈夫そうだな。どうでしたでしょうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。流水脚を選択、余裕をチャージ。捕まえて投げ飛ばす。いざ、この調子だ。パリね。これぐらいにしとこう。倒しきりのエース。よし。いやこれもう本当一戦だけでいいな、こういう3点。さっき14ぐらい減らされたよ、こんな感じの試合で負けて。